バスケトークラジオ。はい、皆さんおはこんばんちは。第510回バスケトークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸と大吉です。どうもこんばんは。こんばんは。2月17日は木曜日21時46分というところでございます。はい、天候は激サブ。関東は雪どうですか？全然ですね。あ、そうですか。なんかこの前東京で降った時なんかも、私は横浜ですが全然で、雨しかほぼ降ってないみたいな感じで。あ、そうなんだ。はい、取り越し苦労で済みましたね。へえ。この辺りはね、今日マイナス3度とかなってて、わあ、寒い。ちょっと激寒でしたね、本当に。朝寒さでね、目が覚めるぐらいの感じになるんじゃないですかね。そんなんですよ。そういう天候でちょっと曇りの風吹いてみたいなんでね、結構厳しい寒さでしたが、はい、モン吉さん、今日は何を教えてくれるんですか？まあ、まずバスケ界に関して言えば、まず一番ね、にぎわったニュースとしてやっぱ町田瑠唯選手の、はい、WNBA のチームとの契約の件じゃないですかね。これはどんな流れでスカウトされたんですよ、もちろん。まあ、オリンピックの時のね、活躍が大きいんじゃないかと思うんですけど、それな。なんかね、実は1、2週間ぐらい前だったかな、まあ、私よくツイッターを駆使していろいろ情報を見たりしてるんですけど、誰かがですね、そのワシントンミスティックスっていうね、まあ、今回その契約したチームのロスターのところに町田瑠唯選手らしき影が写真は載ってなくても、そのなんていうんですか、あのシルエットみたいな、シルエット的な感じで、らしきが載ってる載ってないみたいな話が出てて、まあそうは言ってもそのシーズンが日本とは被らないのでね、まあ、そこは渡嘉敷来夢選手がね、まあ実践してるわけですけれども、だからまあ富士通が今ね、優勝候補になってる中で切り抜けることはないとか、まあ、いろんなそんな話題がですね、出てた中でやっと発表になったと、ことですよね。まあ外国人の選手相手によく隊長が昔からよく言ってたの、空間認識能力的なところっていうんですかね、まあダンクとかガンガンやるわけじゃないでしょうけれども、渡嘉敷来夢選手ぐらいのがいっぱいいるところで、プレーするっていうのはね、楽しいのかもしれないですけど、そしてもうオリンピックで実証済みやからね、これ果たして世界で通用するのかっていう話じゃないでしょ、まあそうでしょうね、もうやるでしょこの人は。ただ向こうでプレーしてきた後に、日本でプレーした時にちょっとやりふ感じちゃったりすることはないのかななんて思っちゃったりしますね。なるほどなるほど。向こうだったら取れるパスが日本の選手だと取れないとかね。まあ彼自身のスキル、個人スキルは上がるとは思うんですけどね、まあ代表にどこまで還元できるのかっていうのは、ちょっと喜んでばかりいられる状況なのかどうかっていうのはちょっと私もわからないなっていうのはありますけどね。それとね、僕やっぱりこのニュースを聞いて思ったのは、やっぱりこう日本の島国感覚で言うと、やっぱ欧米に習っていろんなこう新しい戦略、戦術、スキル、コーチングスキルとかもそうなんでしょうけど、これ冷静に考えないといけないのは、やっぱりこう、一昔前にね、サッカー J リーグが立ち上がった時に、世界ランク下の方から、世界ランク一桁のところに、まあ、海外組なんて言われて、まあ、武者修行に行き、そして代表に帰ってきて、すごい力を発揮するみたいな、こういう図式で町田瑠唯選手を見がちなんじゃないのかと。僕はそういう風に見てる人に警鐘を鳴らしたい。町田瑠唯選手はもうすごい経歴を持ってて、しかもオリンピックで銀メダル取ってるわけじゃないですか。そうですね。で、このオリンピックで戦った相手っていうのはもうその代表なんで、そこら辺のプロチームなんかよりも、もちろん質は高いわけで、でこんな中切り破り銀メダルに輝いた正ガードが、果たして海外で学ぶことがあるのかぐらい僕は大風呂敷ではないね、ビッグマウスで
もうリスナーの皆さんに伝えたいと、これだけは言いたいと思ってたんですよ、うん、はい、もうむしろ与えに行くんじゃねえのかと、うん、おい街で歩いと、すげえやつが来たぞって言って迎えられるんだろうし、うん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 、このあたりの感覚をね、やっぱり僕らは正確に見ておかないとダメなんじゃないかなと、こういうふうに思っております。はい、あともう一つポイントとしては、うんうんうん、まあ、今回実はあの4人目の WNBA 選手っていうことじゃないですか、うんうん、契約、うんうん、まあ、最初その萩原美希子さん、うん、まあ、東京羽田ビッキーズのヘッドコーチ、うん、でその次に大賀選手ですよね、うんうんうん、まあ、2人とも、同じチームでしたね確かね、うん、フェニックスマーキュリーか、うん、でその後ワシントンじゃないや、なんだっけ、なんとかストーム、チーム忘れちゃった、うん、渡嘉敷選手が行ったそのチーム、うん、ただこの3人全員点取り屋というか点取る人なんですよね、うん、まあ、大賀選手はガードってことではあったかもしれないですけど、ガンガン点取る人っていう、うん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 、そういう得点能力的な部分をかなり買われて、うん、いってる部分っていうのは私は大きかったんじゃないかなと思ってるんですよ、うん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 、でも町田選手の場合今回ちょっとそこは違いますよね。なるほどなるほど、うん、うん、そうだね。であとはその隊長の言ったこのこれからの今までとは全然違うね形の活躍になるんじゃないかっていうようなね、うん、今お話ありましたけれども、うんうん、実はその WNBA じゃないんですけど一足先に実は海外に、うん、あの活躍の場をね移して活躍してる選手がもう一人いるわけですよ、うんうん、トヨタにいた安間選手、安間今ドイツ、うん、はい、代表のオリンピックのメンバーも最後のギリギリまではいて、最後ちょっと落選しちゃった選手ですけどもね、うん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 、トヨタのポイントガード、トリッキーな、沖縄出身だけあってやっぱトリッキーなプレーをするっていう男子がやるような、うん、まあ、そういう選手ですけれども、今実はドイツのブンデスリーガーで、うん、めっちゃ活躍してますよ。そうなんや。ダブルダブル的な数字を叩き出すし、すごいすげえ、MVP 取ってますよ試合によっては。へー、安間しおり選手、そうですそうです、はい、プレーオフでも MVP になってたわけですよ日本で、トヨタ優勝したその1年前の時に、うん、で、まあ、向こうに今行ってるわけですけれどもね、それでは行きますね、うわごめん、なんか、ちょっと待ってね、はい、 OK Google、 やりで OK Google ストップ、はい、びっくりしましたよ。ちょっと待ってくださいね皆さん、ちょっと待っててこれリンクを消します、すいません、なんかね勝手にキーワード言ってないのにね、機嫌いい時勝手に判断言うんですよ、ごめんなさい、これもあのバストラ名物っていうことで、うん、すいません、いいえ、ちょっと待ってモン吉さん、はい、町田瑠唯選手の話にちょっと戻してほしいんですけど、はい、どこ行くんでしたっけ、ん、ワシントンミステイクスですね、あ、ミステイクス、はい、ワシントンミステイクス、はい、なるほどなるほど、だからワシントンでね、八村瑠唯選手もいるからルイルイとかよく言われてますけどもね、お、そういうことか、うん、お、なるほどなるほど、うん、ごめんなさい、これミスティックってどんな意味なんでしょうね、ねえ、うん、ミスティックス、分かんない、まあ確か、うん、あとは記事に書かれてましたけど、うん、その日本の W リーグは最後まで、うん、まあ、プレーオフ行ったとしても最後まで、うん、でそのコロナ関係で延期になっていたオールスターがその後に行われるんですよ、うん、W リーグの、うんうんうん、でそれにはもう参加できないって出てました。ああそうなんだ。その時にはもう向こうに行ってるっていうことなので、うんうんうん、まあ今シーズンというか最後に見れるのはプレーオフ、まあ、ファイナルまで行けるかどうかっていうのはあるんですけれども、その時までは当然 W リーグでこのままプレーを続けるということです。うーん、うん、まあ楽しみですね。うーん、そうだね、日本でどういうふうにこれまた映像流れるのかどうかって、ね、いや本当にね、うん、まあ
楽天とかがね NBA だったら、うんうんうん、ちゃんと渡辺選手のいるチームと八村選手のいるこの 2チームの試合だけを選んで見れるっていう、うん、そんなプランなんかも楽天なんかはあるわけですけど、あるよね、うんうん、まあ女子の方 WNBA どうなるかってところですね、うん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 、まあそんなのも今動いてるでしょうし、確かに確かに、すっごい契約絡みで動いてるんやろね。どこのメーカーとかがなんかね関わってくるんでしょうね、あとね、うんうん、なんていう話なんかもちょっと気になってしまいますけど、ね、確かに、うん、まあチームで決まってるんだろうね。ああまあそうでしょうね、うんうんうん、サプライ絡みは、はい、なるほど。ごめん、なのでまあ今ねその話した2人の選手が今ね思いっきり活躍してるし、うんうんうん、大学でもね活躍してる選手とかやっぱいますからね、うんうんうん、これからどん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 こうやって飛び出していく選手が、ね、増えてくるんじゃないかなということで楽しみになってきましたね、うん、確かに、うん、だからまあ今まではもう日本人の選手が自分を売り込みに行く的な感じでね向こうに挑戦するって感じでしたけど、うん、今回はまたなんかそのとは違ったスタンスも感じるんでね、うんうんうん、うん、そうなんだよな、そこは楽しみ、どうなっていくんでしょうか、うんですね、うんうんうん、はい、もしかしたら今一生懸命英語とか勉強されてるかもしれないですね、本当に本当にね、うん、うん、でその町田選手の話からね、うん、あのつい、何日か前まで行われてた女子の代表のね、うん、お話をそのままさせていただこうかと思ってたんですけども、いい、ね、うんうん、はい、ワールドカップ の最終予選だったんですよね、うんうんうん、でちょうど大阪の舞島アリーナだったかな、そうそう、あのエベッサのホームのねあそこで2試合、本来だったら3試合だったんでしょうけど、ベラルーシ代表が、辞退をしたということで、辞退してたよね、うん、だからカナダと日本と、これ未だにあの見ないと言えないんですけど、ボスニア、ヘルツェゴビナ、うん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 、この3チーム、うん、ランキング的にはカナダが確か4位、で日本が8位、そのフィバランキングですね、うんうん、でボスニア、ヘルツェゴビナは27位だから、確かそのぐらいなんですよね、うんうんうん、ランキング的には。うーん、うん、で、結論、まあ、皆さんご存知なんで先に言っちゃうと3チーム揃って1勝1敗という、うん、3チームとも勝ち点3、うん、で3チームとも本戦進出が決まったということなんですけれども、うん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 、でまず最初に対戦したのがカナダ、うんうん、まあ、カナダはねよく今までも世界最終予選で当たったりとかですね、オリンピック行く前の、まあ、でかい、なんかもうどっちかというともう縦も横もでかいみたいな選手が必ずいてですね、うん、なかなかいつも高さに手こずるっていう、うんうんうん、でこちらがなんと延長で86対79で勝利というね、うんうん、でまず選手12名、うん、まあ、あのご存知だと思いますが紹介していくと、まずマウリ・ステファニー選手、うん、高田真希選手、うん、そして、復帰した渡嘉敷来夢選手、うん、それから日立ハイテクの谷村選手、うん、あとトヨタの、三好選手、それから本橋奈子選手、それからデンソーの近藤楓選手、うん、それから、トヨタの、これも 3x3 で活躍してた山本麻衣選手、うんうん、それから、今回からキャプテンだった林咲希選手、うん、それからエネオスの宮崎選手、うん、それからデンソーの赤穂選手に富士通のオコエ選手ということで、まあ今回全然オリンピックメンバーでも何人かね今回は入ってないメンバーとかもいますけれどもね、うんうん、今回はちょっとね身長高めのメンバーを入れてますよね。うん、まあ渡嘉敷選手が入ってるだけでも大きくなってるんですけど、うん、あとは最後ちょっとオリンピックの時に入れてなかった谷村選手とかね、うん、185センチ、うんうん、まあこういうメンバーでやってますけれども、うん、まあ日本ってやっぱり小さいチームじゃないですか、うんうん、だから銀メダル取ったって意味で当然注目はされてますけれども、うん、じゃあいきなり強いかって言ったら、うん、やっぱりねオリンピックに向けてずっとねホーバスさんがこう準備してきてやっとあそこまで来たっていうような感じですから、うんうんうん、やっぱ今回のね、まあ、ほぼ初陣に近いような、うん、初陣でもないか2回目かに近いような、まあ、この大会において、うん、あの、まあ、恩塚さんもねやりたいことが少しずつ
今伝えてる最中だと思うので、うん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 、どう考えても、まあ、これは他の国にも同じことが言えるのかもしれないですけどね、うんまあ、今回のこのワールドカップの結果予選の結果がね最終形かっていうと決してそうではないと思うし、うん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 、これからあるこのワールドカップ本戦でも経験を積んで、うんであと今から2年後ぐらいになるのかな2年半後ぐらいにあるそのオリンピックに向けてっていうところですよね、うん、強化をしていくっていうことになるんだと思うんですけれども、うん、もしかしたら申請がまたポコッと出てきたりするかもしれないですね。そうやね、うん、まあそういうところは楽しみですが、うん、特にカナダとやった時は本当オーバータイムですよね、うんうん、これは本当にすごかったと思います。うん、うんでそうですね、まあ、カナダはやっぱ安定して強いし、まあ、カナダ戦ね、スリーポイントシュートは日本が20分の8、うん、カナダが16分の6、うん、そうですね。でツーポイントはやっぱりカナダの方が多くて、スリーポイントはやっぱ日本の方が多く打ってるっていう感じですね。うんうんうんまあ、この試合カナダ戦はそんなにスリーポイントの率も入ってる本数もな多くはなかったみたいですけどね。日本的には20本しか打ってないから、うん、うん、でリバウンドはカナダの方がやっぱ多いですね。39対44です。うん、うん、ターンオーバーとかブロックショットとか同じぐらい、うん、うんまあ、そんな中でカナダ戦はですね、うん、マウリ・ステファニー選手が18点の大活躍、おトカシキ選手は12点でひまわり選手が15点かなあと山本麻衣選手も12点取ってる。わあすごいな。なんか 3x3 組がですねこの試合は大活躍した感じですよね。前ねやっぱりマウリ・ステファニー選手すごい、あの身体能力半端なくて、なんかあの大舞台で自分たちよりでかい選手がいる中でものすごいステップとか使ってなんか相手かわしてシュート決めてるシーンとかありましたけど、スピードもある、これ 3x3 効果すごいなっていう。いや本当やね、板についてきたというか安心して見てられるというか、まあ、男子はもともと特性上そういうプレーをもともと5対5だろうと 3x3 だろうと普通に使う選手がまあ多いんですけど、うん、女子に関してこれできる選手増えると随分プレーの感じが変わるなとは思いますし、確かにやっぱ世界の高さに対抗するためにやっぱああいうステップ的な技術っていうのをもっとうまくこう使っていかないと、うん、やっぱ厳しい部分っていうのはあるんでしょうし、そういった意味ではマウリ姉妹とかね、ああいう身体能力のある選手とかが普通に日本の選手としてこう戦ってくれてることに関してすごくでかいですよね。渡嘉敷選手とかで動きいいですからね、うん、まあ特性が違うとはいえ、だそれはすごくね面白いなと思ったところですね、うんうん、で、まあ、カナダ戦もカナダ戦でそのやって、オーバータイムになるぐらいの激戦だったんで注目で、うん、でまた、ね、オリンピックに続いて、ね、こういうカナダみたいな強いチームに勝ったもんですから、うんうんうん、まあ苦しい試合とはいえね、粘り強さはまだまだ健在だなんていう感じで見られてたんですけども、うん、ランキング的には日本の方が上であるそのボスニア・ヘルツォゴミナ相手には82対87で残念ながら負けちゃったんですよね。これはモン吉見たの？いやハイライトとかをこうバババって見た感じでしたけど、うんうんうん、ただ前半は良かったんですよ、うんうん、12本スリーポイントを決めてて、うん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 、前半だけで、うん、46対38で前半はリードしてるんですよね、うんうん、ただランキング考えたらもうちょっと話せたんじゃないかとかね、うん、もうなんか強い女子の日本にみんななんかこう頭が慣れちゃってて、うんうん、なんかもっと、ね、ランキングで見たら楽に勝てるんじゃないか、なんで負けちゃったんだろうみたいに感じてしまった方ももしかしたら多いかもしれないですけども、うんうんうん、向こうにねすごいそのボスニアの方に大きい選手がいまして、こいつがすごい活躍してるよね、うん、頭の上からリバウンド踏んだぐるみたいな感じで、うーん、何だったっけな、選手がなんとかジョーンズ選手って言うんですけど36点取ってるんですよ。ジャンケル・ジョーンズって書いてあるかな。そうですね、うん、でリバウンドも23本、うん、
完全にもうゴール下をこの選手にちょっと支配されてしまったっていう感じでですね、で結局どっか途中からね、第4ピリオド、第4クォーターかなんかで、うん、5分間ぐらい得点止まっちゃってるんですよ、日本。で、その間に向こうのそのジョンス選手が起点となって、自分から行ったり、周りを生かして得点重ねて、まあ、残り5分ぐらいのところで逆転されちゃったと。で、最終的に82対87で逆転負けということで、いうことですね。で、得失点差の結果1位はカナダだそうですね。で、その1位じゃないんですけれども大活躍したこのジョンス選手が、まあ、この日本の中でのこの大会の中で MVP みたいな感じになって、そのベスト5には日本から赤穂ひまわり選手とステファニー選手が選ばれたということなんですけれどもね。やっぱジャンケル・ジョーンズさん？ジョンスっていう、まあなんかジョンスっていうみたいですね。ジョンスさんか。うん。なんかあれみたいね、やっぱり WNBA でめちゃめちゃ活躍してるみたいよね。ああ、まあやっぱそういう選手、まあ。2016年のドラフト6位。ドラフトか。そらすごいわ。そう、すごいよね。で、結論、まあ日本はワールドカップ、もともと出場に関しては大丈夫だろうと言われてたんですが、最終的に、本選手でも獲得。なので、そうですね。なんでカナダ、日本、ボスニア、ヘルツェゴビナはまず確定、それから、他の会場でもその最終予選やってたわけですけれども、他の会場でまずアメリカ、ベルギー、ロシアが本戦出場、ベルギーで、ね、日本と、ものすごい試合をオリンピックでしましたけれどもね、それからもう一つ別会場では、セルビア、それからオーストラリア、それから韓国。はあ、セルビア、オーストラリア知りたいな。で、あともう一つのところで、ちなみにそのセルビアが3勝、オーストラリアが2勝1敗なんで、ね、オーストラリアよりセルビアの方が今回は順位上だったみたいですね。なるほど、強い、ね。で、韓国が1勝2敗で3位、4位がブラジルだったそうで、それから別の会場では今度、中国が3勝で1位、2位がナイジェリア、3位がフランスっていう、ここまでが本戦出場で4位にマリ。すごいね、中国フランスに勝ってるんだ。そう、なんかね、すごいね。アジアの大会では日本中国に負けてないじゃないですか、ですけど中国がやっぱフィバランキングは一つ上なんですよね、日本より。やっぱ世界で戦った時に中国の方が、まあこの前のオリンピックの勝つとやっぱどうしても総合的には成績がいいというか、やっぱ毎回すごくでかい選手もいるし、実際世界と、まあ、普通にやってって言い方変ですけど、まあ世界のそういうヨーロッパとかアメリカとかの国々とは戦いやすいのかもしれないですよね、身体能力的には日本よりも。まあそういった部分も含めてのこのFIBAランキングの順位的に、なんで日本がずっとアジア1位ずっと取り続けてるのに中国上なんだみたいなね、そういうふうに思っちゃうとかありますけども、まあそういうことなんじゃないかなと、はい、なるほど、思いますね。っていうところですね。なので、ワールドカップ、あとはこれから組み合わせとか決まるのかな。まあ、今言ったね、国々があのワールドカップ本戦出場ということで決まったわけですけれども。はい、で、あとこの男子ですね。男子は、今度ウィンドウ2ってなってますけどね、ワールドカップ予選。で、今月末25日から28日の間に、沖縄のあの新アリーナですよね。あそこでワールドカップ2023のアジア地区予選。ウィンドウ2を開催と。で、そのメンバーですね、はい、発表されているので、これを
24名だからこの中から最終的に12名が選ばれるということですよね、うん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 、メンバー入り、うん、で、まあ、順番にいくと今回ねちょっと私的には驚きだったんですが、竹内康介選手まで選ばれてます。これ年齢順にいっていきます、うんはいうん、最年長で次に今度ニック・ファジーカス、うんうん、で次に今度古川隆俊、うん、金丸康介、うん、そしてライアン・ロシター、うん、であと茨城ロボッツの谷口選手ですね、うん、やっと来ましたねこの選手ね、うんうんうんまあ、アメリカの大学に行ってちゃんと4年間卒、ね、卒業してる選手って実は少ないんですけど、うん、谷口選手はその中の一人で、なるほど、スラムダンク奨学金で確か向こうの大学で4年間ちゃんと行って卒業したの彼ぐらいです。えらい、うん、すごい、うんうんうん、比江島選手確かあれですよね、楽年で同期だったはずで、うんその比江島選手も当然って言っちゃいけないのかな、まあ、選ばれております、うん、それからアキチェンバース、うん、それから、今川崎にいる熊谷直哉選手、うん、熊谷なんですよね、熊谷ね、前も教えてくれたよね、はい、あとファイティングイーグルス名古屋のエバンス、ルーク・エバンス、うん、前回も選ばれてましたけどね、うんそれから横浜ビーコルセアーズの森川選手、うん、それから、選ばれてそうでなかなか選ばれてなかった野本選手、群馬、うんうん、それから島根にいる安藤誠也選手、うん千葉ジェッツの富樫、原、佐藤の3人、うん、それから、藤本モン吉一押しの、斉藤匠、うん、それから、また久々にこのメンバーに呼ばれた、ゴールデンキングス琉球の、うん今村選手、うんうん、それから今回初なんかのコーフリッピン、うんうん、こういう選手選ばれないといかんですよね、そうそう最終メンバーに残るかとか別として、それから新州ブレイブウォリアーズの秋野マッシュ、うん、この選手2メートル5センチで約100キロ、うん、だからねこれ新州で全然試合出てないんですよね、あそうなの、そうだからなんかちょっとまあ育成かな、まあ育成でしょうね、若いもんな、育成というか、うん、本当に見たいんでしょうね、身体能力的には欲しいわけですよ、やっぱり日本人でセンターできるメンバーだから、うん、確かに、だけど試合にも出てないし、だからもう合宿の中で呼んで、こういったメンバーとやった時に、どのぐらいやれるのかを見たいのかなっていう、これは勝手な予想です。それから、寺島選手、それから、シェーファー・ビー・コーキー。うん、それから来ましたね、これアイザイア・マーフィー、ちょうどね YouTube に上げてたじゃないですか、あの、うん、榎本新作って誰っていう題名になってましたけどね、あの時取り上げてたのがちゃんとこうやって日本代表に入ったっていうね、うんうん、個人的にも嬉しいですが、すごい、それから、シーホース三河の西田選手ですね、うんうん、これ12人に絞るってどうやんだろうって感じですけどね、いや本当にで今回帰化選手の候補としているのがそのファジーカス選手、それからライアン・ロシター、うん、それからルーク・エヴァンス、この3人、うんうん、この中の誰選ばれるんでしょうね、うん、今回はテストマッチとかじゃないから1人しか絶対選ばれないはずなので、うんうんうん、はい、まあ調子から言うとライアン・ロシターかなって感じはしますけどね、うん、やっぱアルバルク、まあ、最近8連勝してますけどね、うんうんうん、ほぼこの選手がもう大活躍してるっていうところもありますし、そうだな、で今回はギャビン・エドワーズ選手が選ばれてないですね、本当やね、怪我だかなんだかちょっとあった気がしますが、うん、ちょっとした、うんっていうところですね、うんうん、この前はギャビンが入ってんな、前は入ってましたね、入ったよな、うん、うん、最終的にオリンピックにもね、そうそうそう、選ばれておりましたし、うん、うん、っていうことですよね、うんうん、どうなっていくでしょうねこれ ね、まあ、メンバーまずポイントガード争いもあと安藤誠也、富樫勇樹、斉藤匠、どうすんだろうこれっていう感じですよね、で仮に3人とも入れたってどう使おうっていうね、そうやな、そもそもね、うん、安藤選手に関して言うともう島根で一人で大暴れしてますからね、うん、なんか野に放たれたみたいな言い方してる人いましたけどもう
あんなに一人でも自分でほとんどボール持ってやっちゃっていいのかなっていうぐらい、むしろ金丸選手にボール行く前に自分で打って自分で決めちゃったりしてるんですよね。まあそれはでも相手が止めないからっていう見方もあるから別にそれが悪いとかっていうことじゃないんでしょうけれども、はい。あ、ちなみにですね、その今で読み上げたメンバー24名って、ね、一応予備登録メンバーっていうことになってまして、はい、要はこの中からその柔軟に選ばれるっていう話なんですけれども、うんうん、それと同時に今ですね、直前合宿参加メンバーっていうのがまた発表されていて、うん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 、その直前のメンバーの中にはですね、うん、ニック・ファジーカス入ってない。うん。うん。だからもしかしたら、エヴァンスかロスターなんだけれども、この2人を見てて何かあった時、うん、怪我しちゃったとか、ロスターにしようと思ってたのロスターが怪我しちゃったとか、そういう時にファジーカス呼ぶのかもしれないですね。これ本当ガードは大変だな。これは熾烈だね。でもなんか一回あの篠山選手が呼ばれなくなっちゃったのきっかけに、その後ももうとにかく斉藤匠選手を必ず呼ぶって流れになってますよね。あと寺島選手もいるじゃないですか。だから4人、4人だ4人。この中で多分3人に絞られるか誰か1人落ちちゃうんですよ。多分。なるほど。誰取りますか。これ難しくて、斉藤拓海も富樫も外せないんだけど、でもタイプがちょっと似てるじゃんっていう部分もあるんですよね。まあ斉藤拓海の方がパスは上手いし、富樫、斉藤拓海、まあ安藤選手と寺島選手どっち取るかってとこっすね。確かにこの2人似てんだよなと。安藤誠也かな。しかもどっちも今めちゃくちゃ調子いいんですよね。試合でも。そうか。こんなん選べんわ、ね。本当に。田中大輝はいないの？まあ代表もう引退するっていう宣言してますからね。そっか。いや、これ楽しみだね。実際どこと対戦するんだっけ？あれこれどこと対戦するのか、このね、暁ファイブのホームページが本当見づらくて、なんかよくわかんないんだよな、これ。どこだっけな、日本戦放送配信決定っていうのが出てるから、これ見ればわかるのかな。あ、オーストラリア代表と、あ、先に26日土曜日にチャイニーズ・タイペイと対戦。あ、チャイニーズ・タイペイと対戦。で、次の日、27日日曜日に、オーストラリアと対戦です。なるほど。これね、土曜日は昼12時から。12時5分。で、日曜日は夜6時半から。まあ、チャイニーズ・タイペイ戦はまあ、勝つだろうとか思うかもしれないんですけど、これね、甘くないと思いますよ、正直。あ、そうなんだ。八村、渡辺いないし。ああ、そっかそっか。結局勝ってる時ってこの辺のメンバーが入ってきてからだから、まあそんなロスターとかいるけど、でも正直楽勝には私はならないと思いますけどね。実はもう最終的には11点差とか、なんかそういう感じかもしれないけど、実は結構競っちゃったりとか、私はするんじゃないかなと思ってますね。オーストラリアには正直八村渡辺抜きでは勝てないと思います。正直中国にあんだけボコボコにされるぐらいですからね。正直そうやな。というかね、今回期待しちゃダメなんですよ。もう一からやってるんで、もう本当に今から2年半後に今より今の倍増しになってるっていう、まあ、それを期待するしかないのかなっていうのと、そうあとはやっぱり今の育成的なところというかね、やっぱそういうのを見てても育成というかその代表選手もですね、結局ゴール下の選手はやはりそのゴール下の強さというか海外の本当のすごい選手として渡り合うっていうところに関してはやっぱ渡辺選手と八村選手を計算に入れた上での話だと思うので、ここはちょっと
むしろどこまで頑張れるのかとか、うん、ガードの選手だけはめちゃくちゃ通用してたとか、まあとにかくね、あの中国とやった時に、うん、まあ、私仙台まで見に行ったわけですけど、うん、もう相手の激しいディフェンスにスリーポイント全然打たせてもらえない状況だったんですよね、うん、私は運ぶのが苦しかった言ってなかった、もう それそれとそう、うん、だから結局もうゴール下がどうこうだ、高さがどうこうっていうのももう日本がやりたいバスケを中国にめったくそにやられて負けれたので、うんうんうん、まあ、今回相手が違いますけれども、うんうん、要はそこら辺の部分がね、相手が違うとはいえ改善できてるかどうかっていうところを見たいなと思っていて、うんうん、そこに、皆さんも注目してみてはいかがでしょうかと。確かに、うん、っていうところですね。そうね、あとは、うん、まあ、勝敗とは別にほんま個々の選手の、はい、さっき言ってたみたいに、はい、こう若い選手や代表に顔を出してなかった能力選手が、うん、どこまでやれるのかって相手に不足はないので、はい、この B リーグでは見たことあんねんけどな、代表戦どうなんやろなっていう、これも楽しい見方よね。そうですね、うーん、だから今回ねちょっとだけちょっぴり残念だったのは、うん、ね、今選手にいる岡田優太選手入ってなかったとかな。ああそうやな、うん、岡田選手入れてほしかったね。いや正直ね、森川選手とか野本選手とか、うん、まあ分かるんですけど、うん、正直代表相手にメンタル的にもガンガン立ち向かっていけるっていう部分考えると、うんうん、野本選手はまあディフェンスとかすごいやるしいいけど、森川選手の場合確かに B コルで大活躍してるけれども、うん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 、代表でおこっていう感じではちょっと、うん、今の日本代表だったら、うん、入れるんだったら私は本当は岡田選手の方入れてほしいなっていうね、うん、B コルファンにぶっ殺されそうな発言今してますけども、うん、あの本音言うとでもそれは感じてますね、うん、はい、まあ、ただディフェンスとかね、うん、あとは正直ホーバス選手の言うこと聞く聞かないとかのところとか、うんうんうん、そういう部分とかも含めて呼ばれてる可能性もありますからね。うん、確かに、うん、あと竹内康介選手に関してはもうチームまとめるっていうところを含めて、うんうん、まあ、その合宿とかのね最終メンバーに残らなくても、うん、その合宿というかね、うんうん、そこのところの雰囲気を締めてもらうのにやっぱり必要と、うん、やっぱりね、オリンピックの時もインタビューで答えてますけど、うん、自分呼ばれると思ったって言ってたんですよ。ああそうなんや、うん、うん、だいたい長く代表にいるから分かるんですって、途中でこう人数減ってったりするわけじゃないですか、うん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 、十何人から何人に減りますとか、うん、ああいう時のなんかその雰囲気とか段取りとかそういう時ってだいたいこういう時に呼ばれてこういう話をされてこの時には帰るとか、うん、そういうのがあるんですけど、うん、竹内選手最後まで自分がそれに呼ばれる雰囲気がなくて、うんうん、だから自分の中では本当は納得しなかった部分もやっぱあるみたいなんですよ。だからその後怒りをぶつけてじゃないけど、うん、ブレックスでめちゃ活躍してですねそれが継続されていて、うん、その活躍のもと今回呼ばれちゃったみたいな。すごいね、うん、そう、ちょっとあとこれとは別に今これ体調ご存知か知らないんですけど、うん、今結構日本代表の方もいろいろ広報頑張ってて、うん、この前のオリンピックの時とかからだったかな、うん、インサイダー暁っていうのがあるんです。ご存知ですか？知らない知らない。ちゃんとそのレポが、うん、潜入してて代表が。おおすごいやん。で練習終わった後に最後、うん、中央かなんかでやった後にみんなばらけるじゃない。その時に、うん、今日どうですかとか、うん、そういうのいろいろインタビューしてたりとか、女子なんかだと誰かと誰かがこう同じ部屋で仲良くてとかそういう部分のところをこう取り上げてくれてたりとかですね、うん、うん、初めての合宿どうでしたとかいろんな人にこうインタビューしてったりとかして、うんうんうん、はい、男子女子ともにそういうインサイダー暁っていうのがやっぱあって。なるほど、うん、これ面白いっすよ。うん、しかも見やすそうやね。1本あたり10分以内がほとんどだね。そう、雰囲気がね伝わってきて面白い。うん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 、うちなんかで私以上に奥さんがいつもね見てます。おおそうなんだ見たって言って見てないみたいに俺の方が見てない
そう、あれ見てると毎日見てると楽しいですね。だから今回その女子なんかは林選手がキャプテンになっちゃったんですけど、うんうん、なっちゃったじゃない、なったんですけどもね、うん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 、それに対して高田選手なんかは、うん、あの私あの副キャプテンに格下げになりましたみたいなことをね、こう半分笑いを取るつもりでそういうインスタグラム付きの中でこう答えてたりとかですね、うんうん、でキャプテン林さんどう思いますかなんていうのをいろんな選手に聞いてって、うんうん、なんかこうでこうでこうだからいいと思うとかね、うんうん、ついていきたいと思う選手ですみたいなね、まあ、うんうん、まあ、そういうインタビューとかいろんな人がのこう聞けたりとかですね、面白いんで、うん、この多分男子の合宿の様子とか多分上がってくるのかな、うん、うん、これ前まで女子だったんでね、聞くでしょうね、うん、この雰囲気だと面白いと思いますね。いいですね、チャンネル登録しましたよ、はい、はい、うん、おすすめでございます。了解でございます。はい、あとは最後にこれ、もう代表とは全く関係ない話で、うん、ちょっと私も隊長に LINE とかしてどう思うみたいな話をちょっとしてたネタなんですけど、うんうん、あの B3 のアルティーリ千葉がですね、うん、はい、ちょっとね高級グッズを販売してて、うんうん、これどうなのってめちゃくちゃですねタイムラインが、これは金持ちファンとそうでないファンをこう区別するために踏み絵なのではないかみたいなつぶやいてる人もいたりとかしてですね、面白い人いるな、すげえみんな敏感に反応してて、うん、こんなんだったら安くてたくさんなんか身につけるもの売ってほしいとか割とそういうことを言ってる人の方が多かったんですけど、うんうんうん、20枚限定で3万円のね、うん、ロゴアルティリ千葉ってのはちょっとロックのなんか、うん、みたいな文字で書かれてるロゴの入った、うん、文字の入ったパーカーを3万円で売ってたんですよね、うんうんうん、ただよく調べてみると確かにねプレミアム的なものではあるんですよ、うんうんうん、なんかもう結構高級古い高級ミシンみたいなのを使って、うん、普通よりもなんかすごく時間のかかる非常に手の込んだもので、うんうんうん、で結果その20枚限定で、うん、売られたらしいんですよね、うんうんうん、で誰が買うんだとか、うん、俺が一番のファンだってマウントしたい人が買うじゃないかとか、まあ、結構ひどい言われようだったんですけど、うん、でも話題としてはすごかったんですよね、うんうんうん、でしまいにはあ今何枚目売れてる今残り何枚だなんて言ってツイッターでカウントダウンするような人も現れて、まあ、結果即日完売ということで、まあ仮に売れなくてもねダイヤモンド会員の人にサービスつけてあげればいいじゃんとかいろんなこう話があった中で普通にお買いになられたそうで、でただそういうプレミアムショップっていうのを立ち上げたみたいなので、うん、今回はそれの第1弾に過ぎず、うん、この後またこれがこんなすんのみたいなのが、うんうん、多分これからまた実際に販売されていくと思うんですけど、まあ、アルティーリは B3 の中でも長崎と同じかぐらい関連があると言われている球団でございましてですね、まあいろんなことをねこういった高い目のプレミア商品を売るかと思えば、うん、ファンクラブの人を無料でご招待しますなんていうような試合もあったりとかですね、なんだか何かと話題を呼ぶチームでございまして、今のところ B3 で2位につけておりますね。1位は長崎ですけど、はい、でこのままいくと2位で、終わると、去年2位だったトライフープ岡山とプレーオフ対決をして勝てば、B2 に昇格という形になるんですけれどもね、はい、アルティーリ千葉、動向が非常にいろんな意味で注目されるチーム、元育英の藤本浩太選手もね、そうだね、それ絶対言うといたってよ、はいはい、2番手ガードとして出てます。2番手ガードって言ってもスタートで出てる杉本選手、実力差とかあんまりないし、プレイタイムも同じぐらい、あくまで途中から出るっていうだけの話で、もう活躍してるレベルも見てて一緒ですね、すごいと思います。もう完全にもうレギュラーメンバーの一員っていう感じですけど、はい、藤本浩太選手の活躍もぜひご注目いただけたらなと思います。懐かしいね、ウィンター見に行ったのね一緒に。懐かしいっすよ、一度ね私も育英の練習見せてもらった時に彼のプレー見てびっくりしましたからね、これ絶対大関東の上位のチームに通用するぜこれって思ってましたからね、まあ、それがね関東じゃないっていうのを聞いた時にええー、なんてちょっと私的には個人的に残念に思ったんですけど、結局向こうでね、アシストランキングとか入ったり1年からのリプリ試合に出て、なんだかんだ言ってエベッサ行っちゃったりとかしてね、
B1 にも行ったりとかして、うんうん、私の目に狂いはなかったぐらいのね。いやー本当に、いやー、うん、嬉しかったですね。ね、うん、楽しみですね。はい、というところでございます、ね、というところでございますか。はい、ありがとうございます。今日も皆さん510回目バスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。今日は話題盛りだくさんで聞き応えたくさんあったんじゃないでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と茂吉でした。 See you next time. バイバイ。バイバイ。バイバイ。